明星は1900年4月から1908年11月まで刊行された主家を中心とする月刊文芸誌である。1908年11月の第100号で第一次明星は廃刊となった。詩風はロマン主義的であり、高等的、有美的傾向が強く西洋文学の紹介にも熱心だった。よさの明治33年4月。 同人結社東京新支社の機関紙として、与謝野鉄管が主催となり創刊。表紙に、主筆、与謝野鉄管と大きく印刷した、タブロイド版16ページの雑誌であった。1ページは4段組、1段22字詰めの41行。定価は6000で、麹町区場6番町45番地が、発行所となる。発行人はまだ入籍していない妻、林滝野の名になっていた。 病状へ帰港した若手家人、詩人による革新的な一派。鉄管、秋子夫妻をはじめとし、北原白州、石川拓木、木下木太郎、吉井勇、山川富子、中浜糸子、中原綾子らが属した。1908年11月の病状廃館以降、病状が果たした役割は更新とされる、すばルへと引き継がれた。 1921年11月、鉄管らにより名星は復刊され、1927年4月までに全48号が刊行された。また、1947年5月から1949年10月にかけて、よさの光を主催として再度復刊されている。しかし、最初の第一次名星と比べて、これらには文学的意義は少ないとされる。 abc 古川清彦、病状、日本大百科全書、小学館、https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ o d g 二パ u o 42%、伊藤生、日本文壇史5講談社文芸文庫、1995年、112p。伊藤生、日本文壇史17講談社文芸文庫、1997年56 P、56p。 伊藤聖、日本文壇史18講談社文芸文庫、1997年、14、P。AB、病状、百科辞典マイペディア、平凡社 https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ ODGUO13.5%AB、病状、山川日本史小辞典、山川出版社。 h t t p s コロンススラッシュスラッッシシュュアーカイブドットイズスラッシュ p j h e m セレクションマイナス -345.0 から345.10、wikimediacommons には、病状に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。